はい、ゆうすけです。今回は、ジョジョ SS の後輪貨車ですね。 SR&SSR 的中率超々アップで、開催期間が2016年の2月3日の23時59分までです。なんですけど、あの日替わりの後輪貨車っていうのやってて、今回後輪貨車で出るのがこの 2体だけってことですね。ジョータロウと、新しく追加されたジョータロウと、ディオ、ディオは前回かなが当たるってことですね。あの後輪貨車限定の SSR はこの2体だけってことですね。2016年の1月30日の23時59分まで。で、日替わりで、あの、後輪貨車ゲットできるキャラが変わっていくんで、まあ、あの、持ってない後輪貨車限定のキャラをゲットするチャンスですね。はい。で、まあ、今回1日目っていうことで。はい。で、さらに、あの、僕の相性のいい、E7 プラス2回のガシャ、ダイヤ35個で9枚のユニットが的中するやつですね。はい。で、覚醒ユニット一定確率で獲得できる。で、後輪ガシャ以外の SSR は通常通り的中しますっていうことで。はい。で、これですね。新しいジョータロウ。これは確かね、確かこいつは固定なんですよね。固定で、ゲットできて、あとは他のキャラがどんどん変わって、うん、ゲットできるチャンスっていうのが予告できてましたね、昨日。はい。で、まあ僕は1日目に引こうと思います。はい、はい。7プラス2回のガシャ引く前に、あの、1回無料で引けるんで、シングルで引こうと思います。年末から、あの、初回 SR 以上確定っていうガシャシングルで引いてたんですけど、全部 SR でしたね。で、この無料で引けるのあったんで、昨日もあったんですよね。昨日も SR 以上確定で、ちょうど今日、うん、昨日無料で引けるようになったんで、あ、いきなり SR ですよね。はい、スティーディーダウン。まあまあまあ、これはおまけみたいなもんですか。はい、本番は次です。はい、今回追加抽選ボーナスはないのかな、発生率アップしてないのかな、書いてなかった気がするんですけど、まあでも毎回7プラスで追加抽選ボーナス来るんでね、実際10連以上ですよね。35個でめちゃめちゃお得なんでね、だから確率アップさせてないのかな。いや、1枚は欲しい。後輪貨車じゃなくてもSSR 一体は欲しい。はい、ホルホース。あ、ホルホースも SR で、あ、熱いこれ。あー、ダメか。レアのペットショップ。SR のホルホースも新追加されてましたね、今回。金のオラオライナズマだともう、かなり、これも熱いんですよね。あれ？わかんないな。レアのねえな。金でオラオライナズマは相当熱いっすからね。熱い、熱い、熱い。うわぁ、抜け裂く。うわぁ、今の来ないか。あぁ、ちょっときついな。はい、カーン。ちょっと大丈夫かな、今回。これも、うん、わかんないですよね。抜け裂く。前回も起きたな。SR だったらもっと使えるやつが欲しいな。はい。うわぁ。やばい。もう7回ぐらい引いてません、これ。うわぁ。まずいって。あ、来た。よし、よかったー。後輪ガチャ来い。後輪限定。お、来た。来たー。後輪ガチャ限定のキャラ。何体目かな？ディオの、あの黒いやつ、一番最初の後輪貨車限定のやつと、あれジョータロウもそうかな、あのダービー戦の時のジョータロウもそうですかね、あれ後輪貨車限定だったかな、あれも結構強いんですけどね。オッケー、来
た。やっぱ7プラス2回は相当相性いいですね。でリーダースキルがラウンド開始時に敵のカウントプラス1、増援に来た敵のカウントプラス1にする。はい。で必殺技が、消費ゲージ 3.5 で範囲内円形大型にアタック 1000% で現在のターン数かける5連ダメージ自身の移動距離で吹き飛ばす。壁に接触するとそのユニットと周辺に 500% ダメージ&コードカウントプラス1する。はい。でこれフレンドにいるんですけど、10連ダメージとかなってたんで、なんでコマンドスキルレベル上げるとめちゃめちゃ強くなりますよね。やっぱいやディオは嬉しいですね。やっぱ好きなキャラなので。でアビリティがフィールド登場時に発動、登場から10ターンの間ターン経過するたびにフィールドにいる味方全体のアタックを 100% 上乗せする。さらに自身の行動終了時に 30% の確率で強制的に自ターンになる。どういうことこれ。まあまあ上乗せするのは強いですけど、自身の行動終了時に 30% の確率で強制的に自ターンになる。どういうこと。敵の行動カウント減らさずに、いいのこれ、いいのかこれ。自ターンにいっちゃっていいのかっていうか、強いのかってことです。強いのかはてなってこと。自ターンにいっちゃうとで減らないんですよね。減らなかったら強いですよね。これ相手に行動させずに行動カウント減らずに次のターン行くなら強いですけど、どうなんだこれ。だったら相当強いですよね。まあでも 30% ですけど。はい。まあこれは使ってみて。はい。あれです。フレンドに結構いるんですけどね、これ。あんま意識してなかったですね。なんかフレンドの時ってフレンドのキャラ使わないですよね。敵いっぱい倒すとボーナスもらえるんで、フレンドのキャラ極力使わないようにしてるんですよね。自分のキャラのレベル上げるために、経験値いっぱいもらうために。なんでリーダースキルとかしかほとんど見てなかったんで。なるほど。まあとりあえず育てて使ってみますね。背中かい。はい。まあまだありますよね多分。はい。あ、終わりか。わー、ラストに来たんだ。よかったー。まだおまけある可能性あるんで。ありますね。使える SR か、もう一体。SSR 来ないかなー。あ、熱いこれ。うわー。上がんないか。あー、終わりかー。まあ、実質10連で35個で。なんでまあお得っすね。はい。というわけで今回は、ね、日替わりの降臨ガチャで見事降臨限定の SSR ディオをゲットできましたね。はい、よかったです。いやー、まあ SSR 育てるの結構大変なんですけどね。はい。青の SSR が欲しいんですよね。強い強い青の。まあでもいっか。はい。今までダービー戦の城太郎を使ってたんですけど、どっちが強いんだろう。あれも強いですけどね、結構。あれ何パーだったかな。これ1000パーですよね。コマンドスキルレベル上げればもっといくのかな。ダービー戦の城太郎も相当強いですけどね。HP、HP 減らされるとちょっとあれですけど。はい。とりあえず頑張って育てます。はい。やっぱ、
あとやっぱ 7プラス2回は本当に相性いいっすね。ほぼほぼ SSR 来てるんで、どうだろう、平均に 1. 何体以上は来てると思います。1回だけ来なかったのかな確か。はい、なんでまたもうダイヤもそんなないんで、かなり今34個なんで、ちょっとねイベントとか来るとやっぱある程度使っちゃうので、ちょっと頑張って貯めてまた7プラス2回の時に引こうと思います。はい、というわけで今回はこういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。